お疲れ様です。花溶岩です。今回、クォーツファンミライブの感想動画になります。前回のね、ダイバーディーバーの感想動画は40分超えて長すぎということで、まあ、今回はね、ちょっとね、短めに行こうと思いますので、よろしくお願いします。まず、ライブ開始前ですね、注意事項のアナウンスから始まります。スイートカフェ店員のエマベルデトのような感じでですね、クォーツの影ナレーションから始まるんですけれども、いや、かわいい。ダイバーディーバーのね、設定では宇宙パトロール隊ですが、クォーツではスイートカフェの店員さんと私たちは常連さんという設定でライブが始まりますね。まずね、いつものクォーツのオープニング流れるんですが、もう本当にね、クォーツのオープニング曲ほんと好きなんですよ。もうユニット BGM で一番好きなんですよ、これ。ぜひ CD 音源化してほしい。はい。まず1曲目ですね。やっぱり初めはこの曲、Sing and Smile。ダイバーディーバーと同じくですね、ショートバージョンでの曲披露をして、そこから自己紹介パートに入る形ですね。なんですが、リナちゃん、チェミーの自己紹介がですね、今まで、リナちゃんボードつけながらやってたんですが、今回初めて素顔のままでやったんですよ。あれはね、あかん。あれはちょっと直視できないレベルの可愛さでした。まあ、という感じですね。自己紹介パート終わりまして、次ですね。ファンミパート始まって早々ですね。マヤチがですね、机に水ぶちまけると、もうやらかしをするのがね、ちょっと面白かったんですけれども、短くメンバーに聞いたクォーツに歌ってほしい曲は?ということで、こんな感じの回答なんでしたが、やはりね、この中で盛り上がったのはもうこれでしょう。ウェディング、カスミンならどんな感じにやるかなと話してるところですね。チュンヌンがね、もう、やってみてよっていうふうに言ってですね、もうそこからちょっとね、もう挙式、ま、ごっこというか、ここから始まるんですけれども、新郎、マヤチ、新婦、アカリン、お父さんがチュンヌン、新婦さんがチェミと、この時点でもう面白いんですけれども、やっぱね、チェミのね、こんな感じですね、新婦さんのね、チェミですね、もう、お主は、この映画の歌と、永遠の愛を違いますか?それがしは、なんかすかすみと、永遠の愛を違いますか?面白すぎでしょっていうふうもね。で、そこからでも、まゆちとね、あかりんのね、一生幸せにするよ。ありがとう、かすみちゃん。もう、ここね、もう、かわいいしかない。ですがね、もう、これね、もう最後どう脅すんだろうとかね。もう、ほんとこれめちゃくちゃでちょっと面白かったですね。あとね、一つ言いたい。この挙式劇やってるところですね。チュンルンはですね、もう最初の登場からですね、もう後ろで、3人のね、劇を見守ってたわけですけど、もう後ろでね、泣いてる演技してたり、拝んでたりね、もう、これがまたね、もう、チュンルン可愛かったね。配信とかあんまり映ってないんですけども、もういやー、チュンルン結構動いてましたね。はい、可愛かった。ってな感じでですね、二次学メンバーからは以上で、次、視聴者さんから来たのはこちらですと。面白かったのはもう、シーソーの人が呼ばれた時にね、もうその人がめっちゃ動いてたのとかかな。英単語の祭りですね。英単語ね、もう祭り、個人的にね、あ、うまいなって思ったのはシーズンですね。確かにということで、そんな感じですね。ファンミパートは以上ですと。次は幕開アニメなんですが、まあ、内容はもうね、もうざっくりこんな感じでしたと。商店街ライブに向けて、お互い自主練頑張ろう。商店街カフェを使ってライブするから特別メニュー作ろう。料理の個々の主張が強すぎるよ。ピクルス採用。バーン。これじゃダメだ。みんなで補い合おう。練習も補い合おう。です。平和。はい、ここからはライブパートですと。まずは2曲目、スインキン。もう、この曲ね、もうライブでもっと好きになりました。なんと言ってもね、スインキン、スインキン、ハンドジャンパーがもう楽しかったね。私はもうね、現地を初見にしたかったので、もうデイワンの情報はね、一切遮断して挑んだんですが、もうね、みんなブレードね、もう、スインキン、スインキン、ハンジャンアブのところね、もうちゃんとやってたね。なるほどねって感じで、もう自分もちょっとね、あ、こんな感じなんだね。なるほどね、なるほどって感じで真似したんですよね。どうでしたか?もうあなたも一緒にスインギングね、もうしてましたね。はい。次、3曲目ですね。ビューティフルムーンライト。これはもうなんと言っても念願のね、有観客初のユニット曲ですよ。個人的にですね、ムーンライトの振り付けが大好きマンなのでね、もう見れて、現地で見れて本当に良かったですよ。ビューティフルムーンライト、おやすみムーンライトのところね、もうこれが好きなんですよね。で、次、4曲目ですね。ここからね、シャン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 、なり始めました。クリスマスの衣装ね、もうお互い着せ合い始めました。トゥインクルターン。もう正直この曲はですね、もうだいぶ虹ヶ崎の曲の中で上位で現地で聴きたかった曲なので、本
当に最高でしたね。もうサビがほんと好きなんですよね。もうサビが好きすぎる。で、これなんですけども、もう一回ね、聴けるチャンスがあるのではと思ってます。カウントダウンライブ。クリスマス曲といえば、赤ちゃん、ジングルベル止まらないとかね、聖なる人がありますけども、キングターンもね、もうクリスマス曲ですと。もう、これはもう、ワンチャンね、セトリ的に、時間的に、まあ、厳しいかもしんないと思いますけど、まあまあ、ワンチャンあるんじゃないかな、っていうのはちょっとね、思ってますね。はい。次、5曲目ですね。メイクアップセッション A、B、C。来ました、トロッコ Q。トロッコ Q。来ました、トロッコ Q。なんで来ました、トロッコ曲。はい。私の席からもう、ステージあるじゃないですか。ステージの端っこ側の3階だったんで、もう全くトロッコ見えない。スタンド1列目の人はもう優勝ですよね。あれ、近すぎるね。この曲の歌詞で一つね、もう良かったところが、さりげない仕草さ、可愛いじゃんのところね、もう、赤リンが眉地に可愛いじゃんってもう、やってるんですよ。もう、あそこを見て終わりですよ。もう、かわいすぎでしょ、あれは。はい。で、そのまま6曲目ですね。ノーツさん。同じく私の席からもうね、全く見えないんで、まあ、ステージ側のね、もうモニター見てたわけなんですけれども、あれ?なんか、椅子がね、ステージ上に4つ並び出したなと。何に使うんだろう?そんな椅子使うような曲風ないよな。で、ファンミも終わったしなってね、ちょっと思ってたんですよ。もうそうしたら次7曲目聞き慣れないイントロからの、ブランニュー、ブランニュー。未来ハーモニーのアコースティックバージョン?これは衝撃でしたよ。もうちょっとこれに関してはね、ダンスではないので、もう目をつぶってちょっともう聞き入ってました。ライブでアコースティックバージョン披露なんかもうもちろんラブライブシリーズ初ですし、いや、もうこればっかりはクォーツだからできたことを。はい、ここでね、MC 挟んでからですね、次8曲目、シンガーズスマイルフルバージョンですね。もうこれですが、2つ言いたい。まず1つ目、衣装ですね。1曲目の衣装は、シング&スマイルの CD のジャケ写の衣装なんですね。そこからの2回目の衣装は、シンギングジャケ写衣装と、もう、一度のライブで2種類もの衣装で味わえると、もう、最高っていうことと、2つ目、ブランコですね。2番サビです。ブランコ乗りながら歌うんですけれども、赤リンマヤジのブランコの揺れ幅がですね、もう、チュンルンチェミのね、ブランコと比べて、もう、2倍くらい差あるのでは?でも、そんなレベルでね、もう揺れてたんで、ちょっと、心の中であれは笑ってましたね。席的にね、ほぼもうステージ真横から見てたんで、すげえわかるんですよ。揺れ幅がだいぶわかるんで、もうちょっと面白かったですね。ということで、ここでですね、幕開アニメ後半が挟まって次。9曲目。ここから来ましたソロ曲。まずは、メルヘンスター。本当にですね、カナタちゃんが歌い出すのも、もう会場がですね、カナタちゃんのもう、会場がカナタちゃんの世界に、わー、もう塗り替えられるんですよ。本当にもう、アンリミテッドメルヘンスターという感じで、もう本当にもう、最高の時間をありがとうという感じですね。まあ曲が終わってからですね、配信だとちょっと見えてないんじゃないかなっていうのがあるんですけども、曲終わった後ですね、ちょっと観客がね、ブレード振ってる時間がある、んですけども、あれはですね、アカリンがですね、もう月に座りながら歌ってるじゃないですか。あれに座りながらアカリンがもう、それごとわーってね、もうスタッフさんに運ばれてたんで、まあそれに対してみんなね、わーって。そう、それで振ってたんですよね。もうあれはちょっともう見てて面白かったですね。はい。次、10曲目、マーガレット。もうまずね、もう、この曲はもう、カスミンのね、もう、カスミンの絆エピソードですよ。もう、カスミンのファンクラブ会員がですね、もう増えなくてもうね、カスミン可愛くないのかなってね、もう不安な気持ちだったり、もう素顔のね、カスミンを見せたとしてね、みんなに受け入れられるかなっていう、もう、カスミンの素直な気持ちがね、もう詰まった曲っていうイメージなんですが、もう今回のマヤジも素晴らしかったですね。素顔のカスミンも可愛いよ、もうお前が一番だって、もう、そういうことですよ。ちなみにね、お花にもうブランコに刺してます。またね、はい。ということで、次、11曲目、アナログハート。本当に歌もダンスももう、チェミーがもう、リナちゃんでしかないし、何よりアドリブだね。みんな、ありがとう。大好きはもう、ね、心に届きました。本当にもう、相変わらず喉から音源ですし、もう天使天才伝の字ですし、本当にもうチェミすごいっすよね。あと個人的にはですね、飛び出した勇気はサクセスのね、片足上げるフリーがね、もう大好きマンなので、もうそこをね、もう現地でもう見れてね、とてももうありがとうございます、ありがとうございますっていう。はい。そして、
ソロパートラスト12曲目、来てしまいました。ライオンの歌。私はですね、もうエマちゃんの曲、エバーグリーン、声つなごうよ。ライオンの歌にも何度救われてきたことが、もうエマちゃんの曲はですね、もう本当に心身疲弊している時に聞くとですね、もう本当にもうすべてをね、もう受け入れてくれる、もう大丈夫だよと、もう寄り添ってね、もう包み込んでくれる。もうエマちゃんが与えるのはもうただのね、癒しじゃないんですよ。もう元気、気力、精神、活気、生命、すべてのエネルギーに染み渡る。その力があるんですね、エマちゃんには。はい。もうちょっと、すいません。ちょっとね、もう脱線しましたけれども、個人的にですね、ライオンの歌を現地で聞くまで死ねないと思ってました。でですね、もう今回のライブチケットもですね、もう二次抽選滑り込みでね、参戦した感じなんですよ。でも全然もう本当にもう嬉しかったですよ。そんなね、もう感じで挑んだ現地。イントロでもうね、でるるる。もうイントロでもうね、ちょっとまあ、ブラブラも溢れ出し、かけるし、もう、チュンルンがもう素敵すぎるし、なんといっても歌唱力。これだけはもう、現地で体感してくださいって思うね、言うしかありませんね。もうね、まあ、全員もね、もう他のね、もう全員もそうなんですけども、もう現地にかなうものはないと思ってます。はい。では、ちょっとね、もう最後に、もう私がライオンの歌でね、好きな歌詞をちょっと。もしあなたの心この歌で救えているのならば、同じように誰かの痛みをいつか導いてほしい。はい。その曲終わってからですね、MC がね、挟むんですけれども、ちょっと私はね、もうライオンの歌の余韻というか、もう魂が正直抜けてましたので、ね、もう MC 聞く状態ではありませんでした。もう聞いてませんでしたね。もう私も MC を聞けるような状態ではありませんでした。もう覚えてないです。もう申し訳ありません。というかね、もうソロ曲4人のね、ラストが今ちゃんで本当に良かったと思ってます。もうラストじゃなかったら次の曲にね、ちょっと心がちょっと追いつかないです。でもそう考えると、今ちゃん推しじゃないね、他の推しの方はちょっと今回、もう心あれですよね。やばいですよね。次の曲始まってるけど、まだ推しの曲風の要因というか、まだちょっと心がそっちに行かないよって感じですよね。もうそう考えると、ちょっとエマちゃん推し以外の方はちょっと本当に心が大変だったと思いますね。本当に。いや、お疲れ様でした。はい。では、最後の曲ですね。Love You, My Friends。個人的にね、ちょっと各ユニットでですね、時々やるのかなって思ってたので、ちょっとまさかでね、大歓喜してたんですけども、ちょっと恥ずかしながら準備不足でして、コールの振りこんなんだっけってちょっとね、忘れてまして、ちょっと必死にちょっとみんなの真似してたんですけども、いや、もう精進しますって感じなんですけど、いや、もうね、そう、ここに書きましたが、ダイバーディーバファンビで時々ラン、クォーツファンビで Love You, My Friends、レンズと来たら、アズナはジャストビリーブではと、ちょっとね、ジャストビリーブ大好きマンとしてはちょっと期待しちゃいますよということでね、どうなるか楽しみです。ということで、今回のライブ内容は以上となります。ありがとうございました。では、ありません。エクストラ、規制退場のアナウンスがあります。はい。今回のクォーツライブはカフェの店員さんということで、こんな感じのアナウンスが流れました。スイートカフェ、幕張店にお越しいただき、ありがとうございました。あとね、本日はスイーツの提供が遅れてしまい、申し訳ありませんでした。という感じのね、アナウンスが流れたんですけれども、今回のね、ライブ開演前ですね、ちょっと電車遅延がね、ありましてですね、それを考慮しての15分ほどね、開演遅らせて始まったんですけれども、それに対して、スイーツの提供が遅れてしまいっていう表現に変えたと。すごいですよね。ハプニングにもこうやって対応できるスタッフさん。いや、これは単純にすごいなーって思ってました。はい。ということですね、ちょっと今回のライブ感想はね、こんな感じで、終わりたいと思います。ありがとうございました。いや、ありがとうございます。